開幕から14試合を戦って1勝4分9敗。今季フランスのリーグアンで最悪と呼べるスタートを切った名門リオンには、このまま2部へ降格してしまうのではとの不安があった。動画、リール戦では0-2とリードされたところから大逆転。しかし、現在の順位は驚きの7位だ。一時最下位に沈んでいたことを考えると、トップ10入りは驚きの結果だろう。流れを変えたのは、 シーズン途中より指揮官を任されたピエール・セージだ。チームを立て直したのはもちろん、あれだけ不審に苦しんでいたリオンを粘り強い集団へ変えたのが大きい。先日にはリーグアン第32節でリールを打ち合いの末4-3で撃破したが、このゲームは先に2点をリードされる苦しい展開だった。それを後半に追いつき、最終的には後半アディショナルタイムの決勝ゴールで勝ち点3をもぎ取った。 今のリオンはリードされてからも粘れる集団になっているのだ。それは数字にも現れている。フランス、フット365によると、政治が指揮官に就任した12月2日より、リオンはリードされたところから勝ち点22を奪っている。これは同期間では欧州5大リーグの中で最多の数字なのだ。リードを許すのはスマートな戦い方とは言えないが、 リオンは脅威の粘り強さで勝ち点を稼いでいる。チームを引っ張るエースは32歳の FW アレクサンドル・ラカゼットだ。ビール戦でも3点目を奪っていて、今季リーグ戦得点数は17ゴールまで伸びてきた。このうち14ゴールは政治体制になってから決めたもので、ラカゼットのパフォーマンスも監督交代とともに激変している。降格の不安はすっかり消え、 来季の戦いいへ期待感が高まっている昨今のリーグアンはパリ・サンジェルマンが支配しているがやはりフランスを代表するリヨンは優勝争いに絡んでいくべきだろう。